ポルチェロチャンネル、ポルチェロチャンネル、ポポルルチチェェロロチチャャンンネネル。ル。はい。ということで、今回は絶景のね、紳士にちょっと行ってみたいなと思います。はい。まあ今更なんだけどね、まあちょっとザームを連れてね、行ってみたいなと思います。あ、いいですね。まあ一人でね、今ね、こうアインザームを連れてね、ハンターラッシュをクリアしていくっていうね、まあ遊びをしてるんだけど、まあ、それもね、動画にしようかなって思ったんだけどさ、まあ需要がなしと判断しまして一人で行ってます。意外とね、苦労するんだけどね。そうで、まあちょっとね、雑談しながらさ、まあ別に俺たちにさ、こうプレイヤースキルを求めて見てる方なんていらっしゃらないと思うんで。そうですよね。まあ日常のね、何気ない話とかグラスマの話とかね、しながらね、まあ今後の話とかもしながらさ、まあ行きましょうかね。行きましょうかね。まあさすがに死ぬことはないと思うんでね。まあさすがにね。行きましょう。まあ気をつけるのはスパイクのみなんでね。そうでしたね、はい、ザームね。じゃあ行きましょう。ではザームを連れて、レッツライクザーム。ザーム。ずれましたね。ちょっと予想外だったんで復唱しかできませんでした。まあ、今日ね、まあ今日の出来事としてはさ、まあちょっと有給を取ってね、健康診断の再検査に行ってきたんですよ。あ、そうですよね。まあちょっと朝早かったからさ、まあ結構バタバタ行ったんだけど、忘れ物をしてしまってね。いや、大事な忘れ物ですよね。いや、そうそう、健康診断のその再検査にその必要な紙、忘れてるのに気がついてさ、わ、これやべえって思ってさ、バタバタ戻ったんだけどさ、まあ、あまりにそのなんていうの、急ぎすぎて、まあ、シフレ行ったんだけどさ、今日、まあ、そのまあジーパンとパーカー着てね、そうでしたね、で靴をね、ビジネスシューズに間違えて履き替えてしまってね、まあジーパンにビジネスシューズっていうね、だいぶ恥ずかしい感じになってしまったけど、ジーパンパーカーにビジネスシューズ、そうちょっと痛い人みたいなさ。そうだよね。うん、いやでも病院って結構ほらスリッパに履き替えるじゃないですか。いやいや、そんなんないよ、もう常にね、もうビジネスシューズと共にいたよ今日は。いや、マジ恥ずかしかった。いや、これね、病院って結構待ち時間長くて暇だから、そう見るよね。結構見るよね、こと細かにね。もう常にこう、うわ、ビジネスシューズやって思われながら、俺はなんかこう、一人罰ゲームみたいなね、感じで今日は一日を過ごしました。いや、さすがですね、チェロさんね。いや、本当恥ずかしかったね。ちょっと今後はね、まあ、急ぐ時もね、まあ、急ごば回れっていう言葉もあるしさ、あ、そうだね。まあね、そういうのをなくしていかないといけないよね。そう、焦り禁物ですよ。そう。まあね、これがね、女子だったらね、ジーパンにパンプスでも全然いけるんだけどね。いやいや、そうなんよね、不公平だよね。ね、ビジネスシューズね。あ、これいい感じじゃないですか。これいい感じです。ザムのとこ消えるんじゃない。あ、その前にね、いい感じでさ、まあまあ、あの今後の話とかないけどさ、こうやっぱなかなかね、まあ、ネタがなくて動画を上げれてないっていう状況があるんだけどさ。いや、なかなかね。まあ本当はね、グラスマの動画はすげえ上げたいんだけどさ、まあ、特にさ、なんかちょっと今下がってる感じするやん。まあそうだよね、どうしてもこう、まあ、ただね、お知らせでもあったけど、まあ、アップデート 3.0 が来ますよと。で前さ、2.0 の時すげえ面白かったやん。だからね、俺 3.0 も絶対いいアップデートが来ると思うんだよね。そうだよね。なんかそれまでのこのね、見て今ザーム見た、激強やなかった。今激強だね。何このザーム。怖い。でそのアップデート 3.0 に、まあ、期待しながら、まあ、そこからね、多分いろいろこうアップデート始まってさ、まあ、ネタも増えて動画もいっぱい出せるのかなと思うけど、
まあ、たださ、やっぱこう俺らもさ、うん、まあ、皆さんが応援していただいたおかげで1000人超えたしね。そうだね、まあ、これからももう少しさ、まあ、できればさ、うん、増やしていきたいじゃん、もろもろ。そうね。怖い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 、危ない。よしでね、うん、まあ、じゃあ俺らが何できるのってなった時にさ、うんうん、やっぱこう顔出してるわけじゃないしさ、そうね、こう動作とか動きで面白くすることもできないじゃん、うんうん、やっぱこうどうしてもね、あれになると思うんだよね、声に頼っていかないといけないから。そう、とはいえまあ別に俺らそんなになんかさ、うん、特別いい声をしてるわけでもないじゃん。そうね、いやザーも強いよねだからさ、そうなった時にやっぱこう声真似、うん、あ、声真似ね。そう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 、まあ俺のアナゴさんとかさ、うんうんうん、まああれもね、なんていうの、別にこう完璧とはみじんも思ってませんよ。ええ、まあ、完成度は低い状態ではあるんですけど、まあそれでもさ、こうやっぱそういう声真似とかでやっていきたいと、やそれも武器にしていきたいなみたいな、うんうん、そうね、ってなった時にやっぱこう、あー怖い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 、ザームのワープ怖いよ。よし、オッケー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 、まあそういう練習もね、うんうん、しながらまあちょっとやっていきたいなと思うんだけどね。うんうん、いやー、ほんとすごいよね、声真似できたらね、広がるよね。そう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 、まあそんなね、簡単にできるもんでもないからさ、うんうん、じゃあ今からやりますみたいなのもできないけど。そうね、まあ、ただね、そういう練習もしていきたいなと思うし、うんうん、まあ、たださ、俺自分の声ってさ、どんな声かわかんないんだよね。実際こう YouTube でさ、実況しだしてさ、あ、俺ってこんな声してたんだっていうのを気づいたし、うんうん、そうなのよね、電話とかもそうだけど、うん、自分の声ってなるよね。そう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 、だからね、こう、まあ、今聞いていただいている方々の中でさ、例えば、うん、あ、チェロさんこの声だったらやっていけるんじゃねえのみたいな、うんうんうん、これの真似だったらなんぼかしやすいんじゃないみたいな、うんうんうん、まあ、そういう声がもしあればね、なんかこうコメントとかに書いてくれると嬉しいなと。あ、そうですね、うん、まあ、あとポロさんもなんか、うんうん、最近できるようなのが1個はできたと聞きましたけど。そうなんですよ、なんなしクリアできましたね。あー、できましたね、まあ、ザームのハンタースキル使いたかったんだけど。いやー、いや、ザーム強かったよ、うん、ただスパイク怖いよね。怖いね、スパイクもワープもないからね、うん、まあ、賭けということですね。そうですね、まあちょっとこのリザルト画面も変わったしね。あ、本当だ、変わってる、うん、なんかダメージ量とかも出るよねまあ、そう見るとザーム大したことなかった。そうね、これなんでゼロなの。リンクコンボダメ、本当だ、なんかよくわかんないね。わかんないね、うん、これって武器のってこと。なんかな、だとしたらないよね、楽器だから。ああ、そういうことか、ね、あ、そういうことか、そういうことか、うんうんうん、なるほどなるほど、そうだよね。ちょっと話変わっちゃったけどさ、うんうん、ポロも最近なんかできるようになったモノマネがあるって聞きましたけど。そうなんですよ、高木初江さん。高木初江さん、ご存知ですか。みんな知ってるのかな。なんだっけ、料理のやつだったよね、あの NHK のね、うん、今日の料理ビギナーズに出てくるおばあちゃん、うんちょっとやってみてよ。え、今もう終わったけどね。終わった？ゲームが。ああ、まあまあまあ別にいいんじゃない今でも。あ、そうですか。うん。何言いましょうかね。無事にクリアできましたね。似てるんかね。まあでもさっき聞かせてもらったら結構似てると思うけどね。そうそう、あの料理の話をすると似るよね。ああ、ちょっとしてみてよ。レンコンは皮を剥いてざく切りにしましょうこんな感じ初江さんね。いやいやいや、なんか似てる気がするよ。
似てる気がするし、あ、声真似してる人みたいな感じ。なんか真似、そう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 、真似頑張ってる人みたいなね。そう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 。まあ、すごいね。じゃそれ伸ばしていこうよ。初江さんを。いや、まあまあこれはね、うん、あのご意見をいただいてね、あ、まあまあ、視聴者の皆様に、そうやね、そうやね、判断してもらってね、まあ、そもそも知ってるのかっていうね。高木初江さんをね、うん、はい、ということでね、まあ、しょうもないちょっと雑談動画ですけど、しょうもなかったですね、うん、なんかよかったらねコメントもらえると励みになります。なります、はい、では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。